GM チャンネルスタッフ、ゴージャス動画スタッフの GM チャンネルです。今回私大山と健太郎です。さあ今回こちらに島田様が映ってらっしゃいますが、はい、私たちの大好きな島田様が、はい、なんと今回イベントで降臨されていると、はい、いうことで、皆さんもう見ましたかねちょっとイベントを私たちでやってみようということで、はいはい、でこの動画の一番最後にはエース確定チケットを、はい、ローグインボーナスでもらいましたんでね、はい、マリア召喚の儀も行いたいと思いますので、はい、まず少しちょっとイベントを皆さんで楽しんでみましょうと。じゃあこの女心とひなあられ1、はい、館長、コロ、いらっしゃい。ミキさん、お食事会を開くと聞きましたが、随分豪華ですね。キレル、美味しそうです地球のとある地域では、春先に女の子の祭りがあると聞いて、祭り用の食事を用意してみたんだ。お、出ましたね。それは、ひね祭りというものだね。未開の惑星出身者のくせに地球の文化に詳しいとはな、褒めてやらんこともないぞ。ありがとうございます。今地球で連邦士官になるための勉強してて、仲良くなった友達にひな祭りのことを聞いたんです。さらに季節の変わり目に邪気を払う祭事としての意味もある。はい、それでこの船の役割の意味も込めていろいろ準備してみました。うむ、なかなか面白い思考だ。その装いもこの催しのためのものかね。わかりますか、和風って言うんですのよね。合わせて髪色も変えてみました。うむ、とても似合ってるね。イコの不正があって本物のお雛様のようだ。え、そんな。あ、でも私がお雛様の仲良くなるのではないか。さすがにちょっとでもフィデルとワサムなんだか、ミキさんって僕より暴走しますね。すみません、お料理も友達に聞いた通り再現してみたんですが、どうですか？どんどん召し上がってください。うん、そこそこといったところだな。そこそこですか？そんなことはない、非常に美味しい料理ばかりだ。ハマグリの吸い物にしもち、ちらし寿司、ひなあられまで作ったんだね。まずそれが問題だ。なぜ肉料理が並んでいない？おい、そこのお前、船から降りて新鮮な肉を調達してこい。え、僕ですか？基本的に僕は考えに出ることはできないので。何をボタボタしている、早くしたまえ。行ってきます。お前は引っ込んでいる。以上です。大変お見苦しいもない。っていうね、次回お楽しみだね。そうね、2もございます。おそらく、はい、じゃあ皆さ んですか、はい、メインイベントですね、はい、大山のマリア召喚の儀です。いきます、はい、まずはエースキャラもありますが、うん、4から5キャラ確定のやつも4もあるので、ちょっとこれもサクッといきましょう、うん、私これで星5出たことありません。本当ですか？うん、いまだに。いや、1回ぐらい出しましょう。はい、素材になりました、はい、さあ頼むぞ頼むぞ。おっ、来た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 。まあリミブレにやっても全然いい、うん、さあ誰が出るかな。おお、ミレさん、ミレさんいいですね。あ、リミブレにはそうかならないですね。ただなるわけない、うん、突破するか。いいね、ミレさんはいいですね。いまだにやっぱラッシュはまだ雑魚チラシも強いですからね、うん、さあ、うん、3分の1、いいですね。40代にはとても見えない。そうなんですよね、うん、これびっくりしちゃった。どっちかっていうとこのチケットでは虹より金の方が嬉しいかな。まあリミブレ素材でね。あ、今虹になったよ。あ、違ったわ。びっくりした。なんか虹光ったよね、一瞬。ほんとは？なんか、エフェクトのせいか。あ、ほんま？一瞬。あれ出たかも。びっくりした。ごめんごめん、勘違いした。さあ、さあ、じゃあこちら行きますよ。はい。マリア様が出ますので。はい。これ、あれですか？昨日の夕方起きた悲しい事件の。ああ、そうですね、皆さん。した方がいいんですかね。そうですね。私がね、たまたま、あ、たまったから、はい、まあ、同じタイミングで私ね、ディアスが欲しくて、ね、ディアス欲しい、ディアス欲しいと、うん、
でまあたまったから大家さんが目の前でやったんですよ、うん、そして虹がね、虹がおお出たっつって出てて、リアス来たって大喜び、大喜びしたら2体出て、そしたらマリアが出ましたね私のマリア目の前でマリアが大家さんに見せながらやってたら、ね、我々ねディアスだと思ってたマリアでしたね。そしたら俺の顔が凍ったもんな。もうケンタロウ氏もあやったどうしようっていう困り顔さあ、まあそういう悲しいこともございましたが、うん、私が今回出しますので、はい、マリアを、はい、あれこのバナーには載ってないんか、載ってないけど、でもこれいきますよ、はい、頼むぞお願い、マリアエースだけだからね、だけエースだけだから、もう超絶熱いチケット、世界で一番熱い、お願いマリア女の子でシューターだけど、まあでもレイミさんは非常にいいですよ、私大好きだからレイミさん、そうね、近いものを出してしまったから余計なんか悔やまれるな、うん、これでおっさんとか出たらまだ踏ん切りつくけど、おじさん私ね、うん、昨日ね、うん、今やってるピックアップガチャで出しましたよ、1回で、えマジ、そうだよ、それで出したんだよ俺、あれそうやったのか、そうですよ、だから出るよ今悩んでます、今大山は大変悩んでおります、どうするか、ここで終わるか、まあ、10連だけする、10連だけ、男の10連だけ、男の10連一発、これで逆に大山の方にディアス出たら俺嫌だな、でそういうの出してやるぞディアス出しても私いいぞディアスいいよ、頼むぞ、まあ、問題虹かどうかだね、虹まだ待ちましょう、うん、3体いる、そうね、うん、はやべえ顔が暗いよろしく頼むっすあれも頼んでんよ行くよ、この力が仲間の助けになるだろう、ん笑顔顔なんか映れへん力の高まりを感じます、あれ金3体いたよね、後半じゃない、さっき1体出たもんね、うん、あ、スティーブさっきの、うん、まだ素材にもなりゃしね、私にお任せください、もう一回やめますか、うん、もう無理だってエースで出へんかったよ10連回して出るわけないよく普通に考えたらなんでやったのかもよく分からないでもまだあなたはね追加されたミッションやってないから、うん、それで食べましょう、またあ、そうね、うん、うん、まだ全部言ってないか終わりますか、はい、マリア召喚の儀まだまだ続きますのでね、皆さん楽しみにしておいてくださいはい、ジームチャンネルの方では登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします、後半の方にも、我々がおすすめする動画とかありますので、そちらの方も見ていただければと思います、はい、はい、あとは GM アプリの方もよろしくお願いいたします、お願いします、はい、ちょっとこれいいですね、その状態お別れでいいですか、もういや、あの最初のイベントでもう今日使い切ったんではい、それでは皆様次回の動画でお会いしましょう、さよなら不便でならねエコ引かないやで、俺ばっかりエコ引かないされてるおいちゃんも出たし、ケンタロウ氏も出たし、なんなら隣で一緒になんか初めてお豆も出したもんそうね、今我々の中でスターオーシャンやってる4人のうち3人マリア持ってるからね、うん、俺だけやもんエコ聞かないにも程があるおかしな話次出そう、次、うん、次ね、はい、新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場、ゲームの課金は GM コインで、GM コイン。